グレート北海道、今回は日本百名山阿寒湖山群の阿寒富士をご紹介します。おはようございます。サミット飛行隊の山井アジです。今夜中の2時半、出発時は気温4度、比較的暖かいです。道中もですね、汗をかかないようにゆっくりめで歩いていきたいと思います。夜中ずっと鹿の鳴き声が聞こえまして、かなり不気味な感じがしております。ようやっと 500m1 合目ですけども、立ち止まって道を探すこと5回ほどこれかなり厳しいですね。やっぱり夜となるとかなりこの樹林帯の中の道を探すっていうのは非常に、厳しいです。夜は道がはっきりと分かるようなところではないんですね。もちろん日中帯でしたら踏み跡が明確に判別できるんですが、どうも夜となると本当に、いやー参ったな、右か左か、ピンテがありました。なんとか合ってるようです。今2合目に、到着です。約30分かかりました。1合目半ぐらいからですね、少し登山道が明瞭になってきまして、立ち止まって道を探すようなこともなくなりました。3合目です。時間にすると35分。35分ですね。さっき間違ったかな。ちょっとペース早いですね。汗もちょこちょこっとこう滲んできたので、少し、ペースを落として歩きたいと思います。3合目35分は早いな。4合目です。45分で、到着いたしました。やべえな、もうちょっと道に迷うかなと思ったんですけど、結構、スムーズに来ちゃって、牛歩戦術でペースを落としていかないと、山頂で、寒い思いをしなくちゃならない。5合目ですね、1時間5分で到着いたしました。6合目到着です。今ハイマツ帯を抜けて枯れ木帯に入ります。もう後ろには阿寒富士の山頂が見えます。どう考えても1時間もかかりません。まずい、いやー日の出までまだ2時間ある。やべ、今阿寒富士の枯れ木帯を登っているところです。結構開けてきました。目阿寒は見えるでしょうかね。これじゃ見えないかもしれませんが、まもなく、阿寒富士の山頂ですね。あと10分も登れば、もう5分か10分登れば山頂になります。だんだん。阿寒富士、到着です。